それでは進路相談の続きとして音楽学校に入ったらどうなるのかっていうのをまた話したいと思います。どうなるかっていうと、この音楽業界、まあ目指してる人もいると思うんですけど、まあ実はもう進路が決まってこの4月からこの音楽学校とかに入っていくよって人のためにも、なんかこう参考になる動画になればいいかなと思います。で、まあ早速その入ってその話していくんですけど、まず音楽学校入ったらどういう心得を持ってたらいいのかっていうか、まあ大事なポイントをこう言ってきますので、じゃあまず一番目には友達を作らないことなんかちゃんと最後まで聞いてくださいね。友達だ、なんか目的が何なのかって話です。まず最初の一つ目として、なんでかっていうと、やっぱりこう自分が好きな分野じゃないですか。当然周りの人もこれが好きで来てるわけだから、もちろん中にはやることがないからとりあえずなんかこの受験もないし誰でも入れるからってことで学校に来てるって人も中にはいるんですけど、まあほぼ少数派ですよね。特にギターのこととか好きじゃないとか、音楽がそもそも好きじゃないで入ってくる人ってほぼなんですかね、 0.5 割以下というか、もう ほぼいないと思うんですよ。大体は好きで来てるから、やっぱりまず話が合うんですよね。でその人数がまだ規模が多いわけですよ。もちろん今って音楽学校入る人も少なくなってるから規模も小さいかもしれないですけど、基本的にこの話が合う人ばっかりなんですよ。でそれプラス音楽プラスゲームとかアニメとかその他違う趣味とか共通すると、もう話し出したら止まんないんですよね。やっぱ楽しすぎて、それにすごい罠というか落とし穴があって、当然休み時間だけだったらいいですけど、やっぱりもう高校生上がりとか、なんかもうちょっと前まで高校生とかだったりすると、やっぱりなんか授業中もちょっと雑談とかが入ってくると、なおかつそれでもう止まんなくなっちゃうんですよ。まあ、もちろんその切り替えができたらいいですけどね。だからなんかその辺なんだろう、割り切って学校ではしっかり勉強してプライベートの時間でこの人たちと仲良くするっていう割り切りができたらいいですけど、やっぱその辺がちゃんとできてない人が大半なので、やっぱ授業中とかももうガヤガヤしちゃうんですよ。特に自分が通ってたギタークラフト系の学校って、まあもちろん先生から話聞いてやる授業も結構最初のうちは多いんですけど、やっぱりこの、なんですかね、作業中とかは結局自分の行動になっちゃうんですよ。一応なんか最初の1年生とか2年生とかでやる内容も異なってくるんですけど、2年生とかになってきたらその自由時間が増えて、自由時間っていうかまあ結局作るってことの時間だから自由時間ではないんですけど、その作業時間って基本的にその人一人によってこの足並み揃えるわけじゃないので、最初の1本目は足並み揃えられると思うんですけど、その日本か、まあ、2本目以降はそうでしょうね。形とか変わってくるから、ギタークラフトの場合だと自分が作るデザインが作りやすいか作りにくいかとか、なんでだろう、喉がもうちょっとさっきからこれずっと動画撮りっぱなしなんで、ちょっと頑張りますだからこの動画を、動画じゃないギターのこの形とかで結構作りやすさって変わってくるから、やっぱりこの差が開いてくるんですよ、その作業スピードに。だからどんどんこの、なんですかね、差が開いてったりするんですけど、ただその時にやっぱり友達同士でペチャクチャ喋りながらしたら明らかに差が出るんですよ、その作業スピードに。例えばなんだろう、うちが通ってる学校だと1年間に3本作るんですけど、3本目、例えば自分が3本目終わる頃だ、もう3学期ですよね、3本目終わってもう2年生で上がろうとした時にまだ2本目終わってないとか、そういうやついるんですよ。やっぱそういう人たちって、まあ腕があるとかじゃなくて、腕がないとかじゃなくて、なんか結局もう周りのやつだともうぺちゃくちゃ喋ってて、ここ喋りに来てんのみたいな、やっぱそういう人が多いんですよね。やっぱり自分の時ってまだ学生多かったから、やっぱりそのいろんな人がこう見れたわけですよ。でやっぱりなんか作業が遅い人っていうのはもう共通して周りのやつだとぺちゃくちゃ喋ってるやつだ、その周りの全員含めてそうですよね。こういうなんだろう、やっぱりグループってできるじゃないですか、学生とかって、まあ、何かしらこう仲のいいグループ同士で、やっぱその全員とまで 100% とは言わないけど、やっぱりもうほぼ確実にそのグループみんな遅いっすよね。こう固まって、まあ、作業テーブル別に決まってるわけじゃないから、やっぱ席移動して仲良し同士でくっついてやるから、結局その輪でなんか話し合いが始まる、授業中の話し合いが始まって、結局そのずっと喋ったもん作業が、まあ、進めてはいるだろうけど、そんなに早く進んでないみたいな。だからなんか
そのプライベートで仲良くなるんだったらいいですけどね、授業以外で、休み時間も、でも実際休み時間も、なんだろう、ちょっと学校にもよるかもしれないですけど、作業時間一応なんか、機械使わなければ作業していいとかっていうのもあるので、だったら喋るよりかも優先するのは作業だよねっていう感じで、自分もこうやって休み時間とか進めてたりしてたので、正直まああんまりまあ自分は友達ほぼいないっすね。あのギタークラフトでできたまああれかな、本当にまあ相手はどう思ってるかは知らないですけど、自分の中で本当にこの人だったらなんですよね、あの遠くに行っても会いに行きたいなって思う人は一人いますね。でその人以外は何だろう、やめとこうその人は自分は親友と思ってるけど、さて相手はどうかなっていうぐらいしか全然できなくて、あもちろんその当時学生だったりその後輩だったりした人は今のギタークラフト仲間にもいたりするんですけど、だからなんかその時に仲良くなった人はほぼもう本当に数名だ、もう数十人とかはいなくて本当ほぼ数名ですね。で本当に仲のいい人は一人ぐらいなので、だからなんかただそれは本当良かったなって思いますね。今こうやって将来こうなったっていう意味では、もし周りと一緒にペチャクチャ喋って楽しかったんでしょうね、きっとその時は楽しいだろうけど、こうやって結果に結びつかないだろうから、だからそういう意味では学校は基本的にもう友達を作りに行く場じゃないので、だ将来のことを考えたら自然と行動が伴ってくるはずなんですよ。ここに何しに来てんだ俺みたいな。だから厳しい言葉に思うかもしれないですけど、喋りたいんだったら学校の時間外でやれっていう話で、だからこのだから そのさっきの動画、まあその上がってる動画があると思うので見てほしいんですけど、できないやつが文句言うんですよ、やってないくせに。もうこれ本当に厳しい言葉だけど本当にそうだと思うんですよ。やってちゃんとやってる人が文句書くわけ、決めつけになっちゃうんですけど、ちゃんとやってたやつらが文句言うわけないんですよ。絶対にこのなんだろうな、ペチャクチャ喋って作業全然しないくせに、でそれでなんですかね、この学校ダメだとか、この卒業してもなんもねえとか言ってるやつだって大体その人たちなので、だからそいつらが結局なんかネットに悪口書いて文句言うんですよ。だからそのなんだろうな、音楽学校のネガティブな情報は確かに自分はその学校しか知らないから分かんない、他は分かんないですけど、自分のこの体験談としては絶対このネガティブな情報って間違ってんじゃないかなって思いますね。だから大体こういうなんだろう、ネットにそもそもこういう悪いこと書くこと自体がまともな人はやらないはずなので、めんどくさいですしね、その書くこと自体も。だからそういうのも考えたら、まあまず書いてる人はまともじゃないのかなって思うので、だその辺はなんかこの見てる人がなんすかね、自分のなんすかね、考えて判断するしかないですけど、まあそういうこういう情報をまた発信してる人がいないのもまだ問題ですから、これで自分がその発信のなんか答え合わせじゃないけど、そういうのに なんすかね、合わせられたらいいかなと思いますね。でだからこの学校に入るんだったらまず入学してからじゃ遅いんですよ。だからこのまず2つ目、もうそもそも入る前から決めろって話なんですよ。入る前からなんか言い方がちょっとなんて言ったらいいのかな、入る前からもうなんか将来が決まってるかなっても思ったりしてて、例えば自分もこう将来こういうお店持ちたいってことはもうすでにもう学校入る前から決まってて、それをゴールとして進んでってるから、やっぱそれに伴う これに行き着くにはどうすればいいかって、そのさっきの話もそうですよ。友達作りに来てるわけじゃないから、なんだこう喋ってばっかだとそのゴールに行き着けないって、もうすでになんつうかね、最初の入って、まあ最初のところはあんまりイメージわからなかったんですけど、入ってみてやっぱこの周りの友達が楽しすぎて、やっぱその輪の中に自然と入ってって、あこれこのままじゃまずいなってやっぱ思っちゃうわけですよ。こいつらこいつらって言ったらまずいですけど、やっぱりこのなんか楽しいのは確実に楽しいんですけど、それで終わっちゃうなって、この場所にいたら終わっちゃうなってことで、やっぱりこうなんか離れる勇気っていうんですか、やっぱりなんかこのせっかくできた楽しい輪の中から一人離れるのってちょっと勇気があると思うんですけど、まあ所詮言うたら他人じゃないですか厳しい言葉ですけどね、この人たちが別に自分の人生のなんですかね、肩持ってくれるわけじゃないですし、だから結局そのなんだろう、なんかこのままだと自分のそのゴールに行きつけない気がするってことで、まあ、離れて聞こえてないですけど、離れてっていうかもう喋らなくて一人も黙々と作業するので、もうほぼ孤独でしたけどね。ただ別にそれで良かったなって今だったら本当思いますね。
だもうそうなってこのゴールに行き着くためのやっぱ過程が自然とできちゃうんですよ。ってことは何が言いたいかっていうと、目標がないとじゃあその目標までのこの過程を作れなくなるんですよね。だそれを学校に入ってから、じゃあもちろんこの入ってみないと分かんないってことあると思うんですけど、ある程度なんか心に誓うっていうんですか、この目的のためにはもう何すなんかもうなんていうんですか、このなんかもうゲー例えばゲームしないとか、例えばなんか趣味があったとしたら、そのいわゆる時間を無駄にすることはしないという、そうだったらこのゴールのための何か役立つことを勉強するとか行動するとか、そういうのにつながる何かをなんかやっぱ喉にも来てるのかな、なんかその来てる来てるじゃない、なんだっけ、その過程をあの結局行動に移すというか、それに役立てる、なんか時間を割いてほしいんですよ。でその3つ目が、これも入ってからじゃないと分かんないですけど、やっぱりあの先生って人っていうか、なんだろう、人によるんじゃないけど、話しやすい人と話しにくい人っているじゃないですか。だからそれがなんかまあなんだろう、まあ一応先生にもちょっとそこ問題もあるんですけど、あの気にしないでください、生徒という立場としては。まあ言い方としては、金を払ってきてるから、言っちゃえばそこはもうなんですかね、お客様とのなんかまあ商売的な、なんですかね、もうビジネス的な、なんですかね、こうお客様の立場になるじゃないですか。だから遠慮しなくていいです。もうむしろ先生は、まあまあ、物って言ったら失礼だけど、まあなんだろう、相手のことを、その時間内だったら、基本的にも教えてくれるっていう、その、なんですかね、契約のもとにやってるから、あの、気にしないでバンバン聞いた方がいいですね。やっぱりなんか、人によっては、いや、それ、こんなことも聞くんかよ、みたいなやついるんですよ、やっぱり。そこがちょっと自分問題だなって思うんですけど、なんでこんなこと聞くんだよ、わかんだろうみたいな、いやわかんねえから聞いてんだよって話なんですけど、だそういうのももう気にしないでください。もうその言う人がそもそも問題があるんで、そんなこと。わからないのは当たり前なんで、やったことないから。やったことないのが、やったことないのができないのなんて当たり前だから、それがなんすかね、なんでできねえのって言われても、いやそれできるわけねえだろって話なんで、そこ気にしないわけですよ、本当に。なんか、やっぱり、この自分が見てきた生徒の人たちもやっぱりなんか 大多数とは言えないけど、なんか意外と多かったなって思うのが、なんかすぐ心が折れるっていうか、いやまあそこはしょうがないと思うんですよ、言い方も厳しかったりしたから。まあそのなんだろうな、そのなん言われたことに対していちいち気にしない方がいいですね。やっぱりその人に問題があるんで実際これなんだっけ、なんか相手を否定することを言ったらなんかパワハラみたいになるみたいなのもなんかありますもんね。まあ、その辺はどうでもいいとして、とにかくなんかいちいち、あこの人ってそういう育ちなんだろうなとか、あこの人ってまともな育ち方してないんだろうなとか、なんかそれでなんかもうなんすかね、いちいちなんか自分に問題があるんだって思わない方がいいですよ。だって、うん、しょうがないですしね、初心者の頃って。だからなんかむしろもう気にしないでバンバン聞いて、なんかそのなんか言ってくれたらそれスルーしちゃって、もう気にしないで。だってもしそれがダメだったら、もう他の先生に聞いた方がいいですよ。この人が、あの、それ言って、この人がなんかちゃんと教えてくんないとか、なんかこうやって暴言吐かれて嫌な気分になるからとかってはっきり言った方がいいですよ。そうしないとやっぱこの環境も良くならないですから。やっぱりこの、鵜呑みにしちゃうっていうか何も行動しない、まあ別に生徒にそこまで言うのもなんかどうかなって思うんですけど、やっぱりなんか言ったりしないとまずこの改善されないんで、先生も多分気づいてないんですよ。これも前の動画でも言ってますけど、そもそもその人がこれが正しいと思ってやってるはずなんで、だこれが悪いことって思ってないんですよ。やっぱまた世代が違いますし、今はそれがもうダメっていう世代っていうかもう時代なのに、やっぱもう昔の感覚で未だにやってる人っているので、そういう人がなんですかね、こっちから言って気づかせてあげるっていう感じで言った方がいいですよ。またこの人じゃなくても校長先生だとかに、そうしないと変わんないですから、この現場って。だからもうとにかく分かんないから聞いて、なんだろう、その人からの情報をとにかく取れるだけ取るっていうか、なんか結局あの授業ってのはできる、なんだろう、それができるための最低限の情報でしかないんですよ。やっぱりこれにプラスして、でもここはこうした方がもっといいよねみたいな、逆になんかここは授業ではこう言ってたけど実はこうやった方がもっとやりやすいよみたいな、やっぱこういう情報が来るんですよ。やっぱり初めのうちって基本に忠実じゃないですか。
ただその基本をなんかやっぱやってると、いやこれ効率悪いよねって作業絶対出てくるんですよ。確かにセオリーはそうだろうけど、別にこれこことここまとめてやった方が早くねとか、やっぱその辺上手くなってきてできるんだったらその辺のショートカットができるんですよ。別にこことここってなんか別に段階分けなくてもいいじゃん、まとめてできんじゃんとか、これここやりながらここもできんじゃんとかって最初のうちはやっぱ気がつかないんですよ、分かんないから。だからそれを段階段階で教えてって、それをなんか 100% それが正しいと思わない方がいいですよね。あくまで初心者に教えるっていう最初の前提なので、そこはやっぱりなんか順番守ってやってればとりあえず失敗しないよっていうなんかカリキュラムのもとにやってるから、そこはまあなんか最初はそこなんかあのプラモデルと一緒っすよ。この別になんか最初って多分手とか足から作るはずなんですけど、胴体から作ってもいいじゃないですか。別に最終的にはくっつけるからなんか困ることはない。まあ困る場合もたまにあるんですけどねなんかパーツ付け忘れたみたいなとかでこれ外さんとくっつかないとか、だそういうのがなんだろう、こうギタークラフトとかにもなんで咳が増えてきたの。だギタークラフトとかにもそういうのがやっぱり出てくるんですよ。だその辺をなんか、だから考えながらやるっていうんですかね。だか最初はこうやって教わったけど、慣れてきたらこれ時間短縮できねえかなとか、あの別になんか楽しようとかじゃなくて効率なんですよね。なんか効率をなんか楽してんじゃねえみたいに言うやついるんですけど、そういう人はもう なんか仕方でいいです。本当にあの効率が重視されるっていうか、やっぱり時間が決まってる以上、特にこうやって金を払ってる以上、その限られた時間内でたくさん作ることが合理的っていうか、まあ何ですかね、例えばあの音楽学校で今ちょっといくらか知らないんですけど300万以上するんですよ、2年間で。2年間で300万払ってるのに、なんだろう、そんなゆっくりやってるお前らがおかしいって言った方がいいですよいやだって自分で金300万以上2年間で払ってるのに、なんかここで休んだり喋ったりする時間って明らかにおかしいじゃないですか。だからその意識が全然違うんですよ。だからそれも後で言うんですけど、だからそこまでやってんだから、本当に時間の使い方ってのは本気で考えた方がいいですよ。だその辺もなんかそれはもう後で話します。そのなんか大事なポイント多分 何本目かに出てくるので、でだその分かんないことはとにかく先生にたくさん聞けと。でそれプラスなんか応用的なものをもうバンバン聞くのと、で今って2つ目でしたじゃあ3つ目はなんかこれちょっと反則技みたいのがあるんですけど、できるんなら家でもやった方がいいですね。なんでかっていうと、例えばギタークラフトで言うと配線って別に学校じゃなくてもできるじゃないですか。家でもハンダコテ持ってきて別に買ってもいいですし、ハンダコテでできるじゃないですか。だその時間って学校で言ったら無駄なんですよ。これ言ってることは伝わってますよね。だ学校って例えば家とかで用意できる、例えばサンダーとかのバンドソーとか、いわゆるなんか切る機械だったり削る機械だったり、いわゆる一般家庭で用意できないものがやっぱ装備っていうかあるんですよね、設備として。それを使うためっていうか、なんていうんですか、例えば塗装とかもそうですよね。だから学校でしかできない作業って絶対にあるんですよ。もちろんそういう設備が、例えば自分みたいにここに来ればそういう設備があるんだったら別に話は変わってくるんですけど、まあ普通はないじゃないですか。そういう人はだ学校に来た時にしかできない作業を学校にやりに行くっていう考えで来た方がいいですね。だからこれちょっと学校にもよるかもしれないですけど、なんか例えばそういうなんかずるとは言わないけど、そういうことすんなよみたいに言ってくるところもしょうがないんですけど、家帰ってできる作業を絶対にした方がいいですね。あと例えば本数制限がない、うちの学校は本数制限なかったんですけど、いわゆる作れば作るだけ自分のものにできるよってことで、で学校によっては例えば何本目以降は自腹だよとか材料費はとかあるので、その材料費自腹だったらあんまり意味ないんですけど、いわゆる材料費が基本的に学費に含まれてて無料の場合はバンバン作った方が絶対にお得なので、例えばその時間短縮ですよ、さっきの話で。だからこの作る時間を家でもできる作業は家でやって、学校しかできないことは学校でやるってことをした方がいいですよね。自分ってちょっとこの歴代の生徒の本数とかって知らないんですけど、多分一番とまで言わない、一番っていうその本数、結局他の生徒が今までの生徒で何本作ったっていう話を聞いたことないから分かんないですけど、
多分1番か2番じゃないかなって思うんですよ、本作った本数の数だけで言ったら。それぐらいたくさん作ったんですよ。だって自分がたくさん作ったせいで、自分が卒業した後にそのなんか制限、学校の法律変わりましたからね学校の法律っていうか、なんかその作るなんか本数ってあるんですよ。いわゆる同時に何本まで作っていいかとか、そういうのがなんか変わったみたいで、自分が卒業した後にあまりにも自分が作りすぎて学校に赤字垂れ流しちゃったらしいのであいつは想像ですよ、そこは。なんかそれぐらいなんか自分本数作ったんですけど、だからこれなんですかね、学校でできることは学校でやって、学校で別にやんなくてもいい作業はもう家に帰ってっていう、その作業のなんか、だからなんですかね、作業の計画、作業計画を立ててほしいんですよ。今日はどこまでできるかなとか、今日はこっちまではいけるけど間に合わなかったら家でもやれるかなとか、なんかそのストイック性が大事じゃないのって思うんですよね。だからそれもさっきの話と同じで、金払ってんだから、その金を無駄にするっていう、なんですかね、この無駄にするようなこと絶対やっちゃダメだと思うんですよ。まあ多分なんだろう、その意識がないってことは、ちょっと厳しい方だと多分卒業しても結果出せないんじゃないかなって思うのと、それとして金持ちなんですかね。自分もう貧乏だったんで、実家が貧乏で、なおかつこのやっぱりここに行きたい時大反対されたんですよ。行けると、まあ、許可として許可出せたとしても、そもそも金がないから行けないよって言われたんですよ。まあ、まあ当たり前ですけどね、300万とかの金をじゃあ行っておいでって言って出せる親ってなかなかいないと思うんですよ。でも当時って自分あんまりなんか知識なかったら、奨学金とか、でも奨学金借りなくてよかったなって本当思うんですよ。奨学金絶対借りていかないわけですよ、もう借金なんで結局。なんか不思議なんですけど、なんで奨学金借りてまで行くんですかね。なんか本当それ不思議で、やっぱその辺のなんか知識もやっぱ勉強した方がいいですよね。結局返さないといけない借金が、なんかこうやって将来が、まあ、まあ言っちゃえば一般企業よりもその就職先が限定されて細い業界なんで、その状態で借金背負うってなかなか厳しいんじゃないのって思うんですけど、自分はちょっとその高校時代ってもう頭がというか、なんかね、オール2とかの成績だったんで、自分もう勉強してこなかったから、だから1取らなければいいっていうような感じの人だったんで、とにかく頭悪かったから、その辺の知識なかったから、お金がないといけないんだってしかやっぱ思ってなかったので、借金するっていう概念はなかったですね。まあそれはそれ結果的に良かったんですけど、だからその自分のなんだろう、借金した将来も計画、その作業計画も一緒で、将来なんだろう、この本当に就職できるかもよく分かんないような学校に、あ、もちろん結局そうですよね、結局保証されてるわけじゃないから、それって音楽業界に限らず、どの業界も、例えばその都市の異常な不景気で就職ができないとか、なんだっけ、一時期リーマンショックの時でしたっけ、なんか あれは派遣切りか、派遣切りみたいな感じで、なんか決まってた派遣会社のところのやつがキャンセルされたとか、あれはちょっと特殊かもしれないですけど、あれみたいに例えば正社員決まってたのが異常な不景気でキャンセルになったとか、だからそれ職業の内定取り消されたとかっていう、そういうのもあり得る話なので、結局それ音楽業界に限らずみんな、なんすか、確定してるわけじゃないじゃないですか、就職したことに対して。だからそれも同じことが言えるんですけど、だその状態で一般的なとこよりも先細いところなのに、そこに対するまた学校卒業してから常にまた返さないといけない多額の借金を背負ってまで学校行くのはちょっとどうかなって思いますね。それを考えないで行くっていうのはやっぱ金持ちなのかなって思っちゃいますよね。だからそれも含めて